毎度みゆちゃいです。定役やった。今日はこの間インスタで募集したみんなのやらかし事件簿を見ていきたいと思います。たくさんメッセージありがとうございます。み、今日車の下すったみゆちゃん慰めてだって。どんまいみゆもこれ何回もやったことあります。なんかさ、車愛車傷つけた時って一日中テンション下がらへん？すごい思いっきり車の右半分全部ずるむけたことあって、その時1週間ぐらい寝込みました。で、食欲もなくなって痩せた。そう、車の修理代金エグかったけど、そのおかげで4キロぐらい痩せれました。次いきますね。スシローの街がいっぱいいる中、トイレットペーパーをお尻にぶら、ちょっと待って、スシローの街がいっぱいいる中、トイレットペーパーをお尻にぶら下げて出ていたこと。やらかしてんなこれ。待って、めっちゃ恥ずかしい。いけた？なんか物ついてなかった？やばい、これはめっちゃ恥ずかしい。その後どうやって回収したんだろうか。あ、おっとみたいな感じでこうやってしれっとトイレ行くんかな。やってますね。おもろ。続きまして、電車で妊婦さんだと思い席を譲ったら、ただのふくよかな人だったみたいでキレられたこと。ほんまにこれ失礼だ。いや、分からんよな、なんか難しいよな。すいません、どうぞ座ってください、お腹大きいですよね、座ってください。はってなったって感じ。でも間違ってないな、失礼やけど間違ってはない、心遣いは間違ってないです。やばいな。これは恥ずかしい。続いて、まだ付き合いたての頃、彼氏が寝たから大丈夫やと思っておならしたら起きとった事件。これさ、音は音はいいけどさ、匂いが問題。いや、音ぐらい可愛いよな。あ、ごめんみたいな、起きとったん、聞いたみたいな、今聞こえたみたいな、けど匂いが問題よ。全然可愛い、全然可愛い。次いきます。保育士してます。間違えて園長先生に愚痴ライン送ったことある。取り消し操作した？無理か、時すでに遅しやった。園長先生宛ての愚痴ラインやったらやばいよな。それがさ、ほんまさ、仕事上の小言をさ送ったら、まあまあ園長先生も、あ、それはな、そんなこともあるよなみたいな意見箱として受け取れる部分やけどさ、自分の愚痴直でくんのは傷つくわ。気付けてください、 LINE の相手もう送る前に確認やな。次、彼氏すらいないのに左手薬指にリングつけて SNS で匂わせまくってた。なんで？なんで？え、なんで？それ、あれ、なんか周りめっちゃ彼氏みんなおるしみたいな、私も匂わせとくみたいな感じか、元彼に向けてのマウント。マウントレベルはもう将来やねんって。人生やん。面白い、みーもやってみよう。もうあと半年経って彼氏俺まだできてなかったらやってみよう。みはい、続いて、ブラジャーせずに学校行ってしまって絆創膏で隠しました。待って、みーもあります。中学校の時に寝起きスウェットで塾行った時にブラジャーしないことに気づいて、え、なんか今日スースーすんなと思ってチャリこいてる時から、塾着いた時に、そう、なんか机にこうやってやったらなんか直で当たって痛くなって、え、気をつけてないってなってから、もうずっとこうよ、こういう感じよ、上がる、映るから。幸いスウェット着てたからさ、よかったけど、 T シャツじゃなくて、そう、分厚いからさ色は映らんやん。そう、でもあります。でも結構これ女の子あるんじゃない？いや、これ真夏やったらやばい、結構真冬やりがちやん女の子って。これわかる？インナー着てるとその上から T シャツ着て、まあカッターシャツ着てもわからん、その冷たーってなれへんからわからんのよ。いや、やらかしてる。でも絆創膏持っててよかったね。みゆなんか絆創膏なんか持ち歩いてなかったから、もう忘れた、終わり。どうする、保健室行く、先生すいません、ちょっとお胸が痛いですみたいな。2枚ください。次行きます。弟の友達とワンナイトしって書いてる、ほんまにし、え、やってんねこれ。え、でも弟は知らんってこと？でも絶対これ友達が弟とかにいてどっかから漏れそう、めっちゃ怖い。どこでやったん？実家？弟隣の部屋おれへんかった？やったんだー。
まあ、そういうのいいんかな、ハラハラするんかな、分からんけど。続いていきます。中2の時、初体験で彼女の家でエッチをしていたら、いないはずの彼女の母親が部屋に入ってきて怒られた。何してんのみたいな感じなんかな。初体験でだってどこでするん、外なん、違うやろ、そんな家やろ。みんなこの体験を見るはないわ、親入ってくるはない。多分お母さんたちもね、目つぶってくれとったと思うよ、普通にな。いやいや怖い、一気にしらけるよな。もうその日再チャレンジはなしやな。もうなんかみんなすごいわ、今めっちゃ結構下ネタ系拾ってるけど、やばい。みんな高校の頃先生と学校でやってた。先生いいんそれ、どこでどう、そこ気になるんかい。まあでもこういうのも青春の1ページやな、淡いな。高校の時、読書の時間に持ってきたバイブが誤作動して、カバンの中で赤く光りうごめいてた。高校にバイブを持ってくな、すごいな。まあさ、学生の頃ってさ、カバンに入れてさ、男同士でこれさあれさみたいな言いたくなる気持ちわかるけどさ、これが授業中やったらよ、授業中の読書の時間にカバンの中でうーんとか言ってさ、先生携帯やと思って、誰や出しなさいって言われるやろ。出したらさ、先生もえもうえいやじゃおもろいんやけど、先生なんて言うんやろ、こんなおもちゃ持ってきたらあかんやろみたいな感じなのかな。はい、続いて、初デートで緊張しすぎてラーメンとザーサイが混じっていきなりザッって下ネタ発しました。死にたい。気まず、どういう感じなん、注文の時に。え、何食べる、うん、ラーメンもザーサイも食べたいな、ザッとみたいな。もう絶対もう分からんで、彼氏ムラムラしてたかも、この時から。今夜はって決めてたかもよ、もうこれ聞いた瞬間いける気がするみたいな、今日いける気がするってなってたかもしれない。はい、続いて、保育士ですが、合コンしたら保護者のお父さんがいました。気まずい、え、めっちゃ気まずいやん。え、どんな感じ、ミュやったら無視、もう知らん体でいく、全く。え、うん、もしかしてうちの息子のひまわり組の何々先生、いや違いますみたいな。え、あ、もしかして私の妹ですかね、双子の。どう、これでいくしかない。みーん、続いていきます。子供実は旦那の子じゃない、やめて。タンカランでまたびっくりした。待って、え、しかもな、絵文字も何もついてないね。え、怖い。それはもうここだけで、ここだけに秘めとこう、していきます。ラブホでパンツなくして、翌朝ノーパンで仕事行きました。なんでなくすん、なくなることある、どんだけ広いラブホなん、なんでなくさ、パーンってやったかな、脱がした時にパーンって。すっごい、次の日仕事そわそわしたやろな。続きまして、私がお風呂入ってる間に夫がリビングでリモート飲み会を始めて、それを知らずに部屋に着替え忘れたからすっぽんぽんでリビング突入してしまって、夫もたまたまその瞬間トイレに行っていたので止める人もいなく、5秒間ぐらい全裸の私が画面にうろうろしてしまったこと。あかんて。これやってる、やらかしまくってますねこれ。え、気まず、めっちゃ気まずない、どうしよう。え、もうだってこんなんもでも無理やもんな、取り返しつけへんもんな、ミオやったらポンポンで出なあかん状況になってしまった自分が悪いけど、多分夫にブチギレる、ミオやったら。そういうすっぽんぽんでリビング出るっていう癖つけたらあかんな、タオル巻いてとかな。これから多分この人だけじゃなく、そういう被害者出てくると思う、リモート多いから。皆さん気をつけてください。耳耳耳耳耳
面白かった結構みんないろいろらかしてる。他にもめっちゃ DM たくさんいただいてたので、そうパート2もやろうかなと思います。みゆもでも人生でやらかしたこと、みゆのやらかし何言う、次回にしよう。楽しい回答、珍回答いっぱいありがとうございました。また第2回やらかし事件簿やろうかなと思いますので、その時はまたインスタで募集します。それでは皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントの方もよろしくお願いいたします。ほなまた明日、バイバーイ。